おはようございます。植木屋ケインチャンネルです。今回はですね、ちょっとあの、看護衛作業についてのね、まぁ、あ、ちょっと雑談しようかなと思います。あの、一般の方とかね、全然多分知らないと思うんでね、まあ、あそんなもんやねんなっていう感じでね、ちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけれども、まぁほんと雑談なんですけどね。あの、看護衛作業って、あの、冬の、あの、庭木の肥料やりなんですけどね、あれ、 適当にやってるのがね、ほんと多いんですよ。植木の剪定とかやったらね、切ったっていうのがわかるんで、あ、仕事したなっていうのがわかるんですけれども、看護への作業ってね、まあ、ぶっちゃけ何してるかわからないじゃないですか。見えないんでね、ようもうよくよくこう、ついて回って見ない限りは、やったかやってないかもわからんみたいなもんあるじゃないですか。そんな感じでね、ぶっちゃけ本当適当にやってるのがね、ザラなんですよ。 で、僕もね、あのー、もう本当人のこと言えないんですけど、若い時ね、造園会社おるときとかね、まあ何も、マホやったんでね、まあその、なんでしょう、木のことも大して考えてなくね、この肥料がどこに効くんかとかも全然わかってなく、ただただね、その言われたことをやってるだけっていう、えー、記憶がありますんでね、あのー、特にね、その、個人のお宅をメインでね、回ってるね、植木屋さんとかね、やっぱそことのね、方の付き合いがね、密なんで、えー、結構家のか、家のね、 えー、お庭のことをしっかり考えてやってる方がね、多いとは思うんですけれども、やっぱりね、造園会社とかね、そういう大きいところとかだったらね、あの、思えたら、なんでしょう。やらされてるみたいなね、生かされてるとか、あ、こう行かなあかん、ここ行かなあかんとかね、あ、めんどくさいな護えかとか、まあそういう意識がね、やっぱ、ぶっちゃけててあると思うんですよ。うん。だから、結構ね、適当に、あの、本当にこの木に、 肥料がいるんかいらんかとかね、量が合ってるんかとか、人の木の状態見てどうやとかね、そんなんね、考えてないですよ。うん。っていうのがザラです。はい。まあ中で考えてる人も、まあごくわずかにはおるでしょうけれども、まあ、そう、適当にやってるというのが多分今でも、その、そんなもんちゃいますかね、考えて。 ですんで、その、何でしょう、他の業種で言うたらね、使ってるものとかの、その、名称、よびその、特性とかね、性質とかってしっかり知った上で、あの、仕事をしてるっていうのがね、もう、前提じゃないですか。あの、ま、言うたら、寿司屋さんでもね、あの、ま、大将お任せで、言うて、あいよおいて、食べてて、あ、大将これ美味しいですね、これなんていう魚なんですか、あいつら、いや、わ、でもわかりまへんねや、みたいなね。 えー、もし、痺れたら言うてください。あの、救急車呼びますんで、平夜待ちみたいな。使ってるものがどういう効果があ,らあるとかね。そういうことも知らずに、ざらにやってるっていうのがね、あるんですよ。だから病院で言うたらね、その、薬出すと先生がね、でもらって、うわ、薬多いな、嫌や,やな、まあ、しゃあないなって、先生、この薬って何に効くんですかって言ったら、いやー、僕もね、長いことやってるんですけど、わからないんですよ。はい。朝昼、ね、昼、晩で食後にお飲みください。 えー、一週間分出してますんで、ね。怖いじゃないですか。っていう感じでね。だからそれが平気で、その、造園業界ね。えー、は、その、何も分からずにやってるっていうのがザラっていうことね。ちょっと、ザラザラ多いですね。ザラっていう単語がね、ザラにやってるということをお伝えできたらなぁと思います。まあ、そんなもんやねんなって思う感じでね、別に、あの、聞いてもらったらいいと思ってるんですけれども。で、僕のね、一つ経験があってね、 あの、マンションにね、住んでるんですけれども、マンションにもお庭あるじゃないですか。で、その理、理事、あの、理事会でね、あの、管理して、あの、管理会社に頼んでね、造園会社、こう、呼んでもうてやってるんですけれども、その、僕のとこにね、入ってた造園会社がね、 あのー、まあ、あって、で、あんまりその、僕も植木屋なんでね、入ってるとこの造園会社にちょ、何や、こうやってね、意見するのもちょっとまあ、失礼なんで、何も言わんかったんですよ。まあ、先も汚いんですけど、まあ、こんなもんかなと思ってたんですけど、一遍、看護衛の時期にね、看護衛どうせ、ほんまやってるんかなと思って、ちょっとその、同業者の目でね、ちらっと見てみたんですよ。 別に文句言う気なくね。ただただ見たらね、まあ、ずさんな勘違いしてたんですよね。あの、なん、えっとね、その、まあ、勘違のやる位置って決まってるんですよ。まあ、例で言うたら、まあ、椿の木がこう一本あると。で、椿の、こう、葉っぱがバー出てたらね、まあ、この葉っぱの出てる端まで根っこ来てるんでね、そこのあたりにこう、穴掘って、あの、有機質の肥料を埋めるんですけれども、この椿のね、 ミッキーのここの根元に、ちょっとなんかこう、レンガご定でキュッと引っかいたような跡があって、そこにね、火星肥料ですわ。あれね、10粒ぐらいポンって入れて、別にそれを土被せるもなくね、それだけなんですよ。もう、ぴょっ、なんか猫が描いたみたいで、ぴょっ、とやって、ポッと巻いて終わりみたいなね。こつばきにね。うわ、これなんやねんと思って。で、全部見て回ったんですよ、僕。掘ったらね、もうめちゃくちゃ、 こうでかい、その、まあ、あメタセコイアみたいな木もあるんですけど、それにもなんか猫が描いたみたいにね、レンガコテで、ね、ちゃっちゃっちゃって表面だけ描いて、そこに火星ヒパラッパラッパラッって巻いて終わりなんですよ。これも、ずさんにも程があるなと思ってね、何も勇気なかったんですけど、これはさすがにお金も払ってるしね、あかんということで、で、動員会社とちょっと話したことあるんですよ。来てもらってね。で、その、じゃあね、 その僕のマンションに入ってた造園会社がね、ま、言うたら僕の地域ではね、一番でかい有名な造園会社やったんですよ。で、来てもらってね、あの、じゃあね、社長とナンバー2みたいな人とね、と、その僕のマンションの、あの、その実際に作業した下請けの植木屋さんですね、の親方ですかね、その3人来たんですよ。 で僕と、その、マンションのね、ちょっとした、こう、椅子あるとこで喋ったんですけど、一発目にね、その、社長が、こんなん言われたん初めてですわ、みたいな。その、勘ごえがね、勘ごえがちょっといい加減なんで、ちょっと、どう、どうなってるんですか、みたいな話し合いしたいって言ったら、言うて来てもらったからね、開口一番、こんなん言われたんうち初めてですわ、みたいな。いきなりでかわしてけがってね、はい こいつを思ってね、もうその時点でもうムカついてね、舐めてんな。僕はその、看護衛も、まあ今業者やったらね、まあやっぱりその、まあちょっとこう、怠慢なとこもあ,たあって、あのー、申し訳なかったですと、あのー、これからちゃんとね、あのー、やりますんで、ちょっとすいませんでしたみたいな感じで言う,言うてくれたら、もうそれでパッて終わる予定やったんですよ。それが一発目ね、こんなん言われたら初めてですよみたいな、かましれきやがってね、ぶっち行きてね、 ブワーっとは言う、言うてはないんですけれども、まあ冷静にね、いろいろこう、あれはどうなんですか、これはどうなんですかっていろいろ聞いていてね。で、それで、その、だからその、基本、もともとその有機質肥料を使ってなかったんですよね。あの、看護衛って、2月の看護衛で有機質のね、自然なものを使うっていうのがね、一応前提なんですよ。それを、化成肥料を使ってるんですよね。で、それどうなんですかって言ったら、 いや、有機質はね、匂いしましちゃろ、みたいなね、もう一番ありきたりな言い訳しやがってね、匂いするからこそ埋めるんですよね。で、埋めて土の中で発酵して、その4月ぐらいに初めてこう根が活動するときに、肥料として効けるような、効くような成分になって吸収されるということなんで、埋めるのが前提なんですよ。考えてね、基本はね。それを、いや、有機質匂いしまっしちゃろ、みたいな言い出してね、あ、そうなんですか、そうなんですか、言うて。で、その化成肥料、化成肥料でどうなんですか、言ったら、いや、 火星、あれね、あの、こう、バーっと巻いたら、じゅわーっと消えていくんですわ、みたいな、もう詐欺師みたいな喋り方しやがってね、こいつを持て、ね、で、その、火星肥料もね、まあ、100歩譲って観光性の火星肥料ってあるんですよ。コーティングされててね、長いこと効く火星肥料っていうのは実はあるんですけど、その業者が使ってたのはね、三チって言うて、もう速効性のね、すぐ溶けてなくなる火星肥料なんですよ。 それなんで僕が知ってたかって言ったら、ね、もう調べたんですよ。あ、僕、僕も、その、植木屋やってるんでね、大概肥料を買う会社で決まってるんですよ。でかい会社があるんですよね。そこに、どこどこの会社、あの、看護院の時に使ってる化成肥料、どれ使ってるんですかってね、その、担当に聞、担当っていうか、販売してる兄者に聞いたんですよ。あ、でどこ、何々さん、これ使ってますよ、って散髪出してきてね、これ、ただの速攻性の化成肥料なんですよ。で、観光性の化成肥料ってね、力、 一号とか力二号みたいなね、コーティングされたようなものもあるんですよ。ちょっと高いんですけど。でもそれも使ってなくて、速攻性の肥料をね、バーバーって、さつきとかに、2月ぐらいに巻いても、何の意味もないんですよね。表面にあんな巻いても。言うたら、その、すぐ流出するしね。で、その、言うたら、2月ぐらいって、そんな、あの、活動期でもないし、言うたら、その、表面の雑草の肥料でしかな、なってないっていうことなんですよね。 それをなんかね、おっさんほんまね、詐欺師みたいな顔してね、じわーっと聞いていけるんですわみたいなこと言いやがってね。で、あのー、ま、あそうなね、レッカーで感じで。で、あのー、まあ、あ実際にぐるりね、その、まあ、あ百歩ずつって火星肥料ですけど、やってるすやってすらないんかな、思ってたんですけどね。その前もって、監視カメラで調べたんですよ、僕。管理人に言うて。 その、造園会社いつで入ってたでしょう言てちゃんと、ちゃんと作業してるか確認しないでちょっと監視カメラ、ちょっと過去のやつ見してもらえますかって見たんですよ。だからね、実際に、まあ、結構しつこいくらい巻いてたのは巻いてたんですけれども、その、なんでしょう。 穴も掘ってないんでね。もう最後使わなあかんって思ってるその量の化成肥料をもうずーっとさつきにバーッ巻いて、でまたどっかも行って、でまた帰ってきてまたバーって巻いてるだけみたいな作業だったんですよ。だから巻いて、巻いてる量としては、巻いてるんじゃ巻いてるんですけど、まあ何も考えてないやり方やりやがってね。ほんとね。で、あの僕その時にね、そのマンションの理事会のね、理事、理事長をしてたんでね、そういう権限があって、 で、その時思ったんがね、ああいう社長ってね、もう、何でしょう、その、謝ったらあかんっていう教育を受けてるんですかね、なんかそういう、経営学みたいなね、間違った経営学で、日を認めたらあかんみたいなね、なんか間違ったね、考えがあるみたいな気しますわ。だから絶対に謝らな、謝らなかったんですよ。その時点で、あこのおっさんも貸すやな思ったんでね、もう僕はもう鼻からもう、その、ああ、もうこれあかんわ、思って。 もう話ならんわって思いながらも話したんだってあの、してたんですけど、だ向こうも、ご主人さん、えらい詳しいでんな、みたいな、なんかちょっと探り入れてきてね、僕も植木屋って言ってないんでね。そんな話してて。で、最後の最後にね、何言ったか、そのおっさん何言ったかって言ったらね、ぶっちゃけここのマンションね、あの、植栽に当ててる管理がね、安いんですわ、言い出し上がってね、あもう終わった、思って。で、その、そっこもう業者書いてね、もうその日に、 業者変え,変えましたねだからそのまあちょっとあ <laughs> 思い出したら腹立ってきてねあのなんでしょうそんな僕の地域でも一番でかい有名なね会社がやって管理してるマンションの考えがそんなもんやっていうこともちょっと皆さんにね頭に入れていただけたらと思いますねはい、あまあ、このチャンネル見てくれてる方で、ね、いろいろこういう話ねあのしていこうと思ってますんであそういうもんやねなっていうね 頭もちょっと上げていただけたらと思いますね。で、全部は全部じゃないですよ。もちろんね。もちろんちゃんとしてる会社も僕、何社も知ってるんですけれども。まあ、多いですよ。そういうところは。ですんでね。あのー、まあ、参考、なんから、<laughs> まあ、世間話はもうはい、参考にしてもらったらと思います。植木明けチャンネルね。今回はこれで終わりますので。またね、次の動画でね、よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。